宇宙船、ソユーズ・ジェミニ6号アポロ13号の機械船、スペースシャトルの帯びたアニメなどに現れることのあるイメージ宇宙船は宇宙機の中で特に人の乗ることを想定しているものを言う。有人宇宙機とも、ニッポニカ百科事典の解説によると宇宙機の中で特に人の乗ることを想定しているものを宇宙船と呼ぶということである。大気圏外で使用される。 人工ものは宇宙機と総称し、その中で人を乗せるものを特に宇宙船と呼ぶと使い分けられている。なお、UFO は未確認の飛行物体のことであり、宇宙船であるかどうかは問わない。工事縁の第5版では宇宙空間の飛行用に作られた容器とし、宇宙機という言葉は掲載していない。現在の第6版では宇宙船を宇宙空間用に作られた。 飛行体としてておりり日本ののの宇宙機のかなな部分を含む定義になっているこのように人によっては宇宙船という言葉の方を総称のように用いている場合もあり、差し示す範囲が異なるので混戦も見られる。ここでは宇宙機を総称として扱い、人を乗せることを想定した宇宙機を宇宙船と呼ぶという解釈で解説を行う。なお、 宇宙船の試験飛行に使用されるもの、それを後で改造して、無人飛行を可能にしたものもしばしば宇宙船と呼ばれている。1963年8月22日には、アメリカの実験機 X-15 が、上和オカー飛行士によって、高度 107.960km に到達した。この記録をもって、X-15 を宇宙船に含めるべきとの意見もある。 ボイラープレートとは、現義ではボイラーに貼る名板のことで、そこから転じて、テンプレートと呼ばれるようなものの大規模なものを指す、英単語である。宇宙開発では機能しない、宇宙船、またはシステムで、本来のペイロードと同一の重量や、外形寸法を模した、宇宙船といったものを指してそう呼んでいる。これを用いた、試験の結果を本来打ち上げる。 宇宙船や人工衛星の開発に反映させる。その他、非常時の脱出装置の試験にも用いられる。宇宙船の開発には多く用いられ、1960年代初頭の NASA では多くのボイラープレートが打ち上げられた。ビッグ上1号や、地上試験や大気圏内での飛行試験で使用された、スペースシャトルエンタープライズ等も含まれる。NASA のコンステレーション計画でも、 同様に、アレスアイロケットの初期の試験で、オリオン宇宙船のボイラープレートが使用される予定だった。ありがとうございます。